南美和湖駅、南美和湖駅は、滋賀県立東市に建設が予定されていた、東海旅客鉄道、JR 東海東海道新幹線の新駅。設置の是非をめぐる論争の中、2012年開業を目指し2006年6月に建設着工したものの、その翌月に、滋賀県知事選挙で、建設凍結派の加田幸子が知事に就任、工事は中断された。 その後2007年10月28日の促進協議会で結論がまとまらず、基本協定、工事協定等の協定類は同年10月31日をもって終了し、新駅建設は停止された。滋賀県立東市か張地先、東京駅起点 452km050m 付近。 前原から約 43.8km、京都から約 24.3km に位置する東海道新幹線の新駅。設置されると東海道新幹線としては18番目の停車駅となるはずだった。この駅が計画された前原駅京都駅間は 68km あり、駅間の距離が平均 30km の東海道新幹線の中では一番駅間距離が長い区であった。 また、北海道新幹線の開業までは、新幹線の駅間の長さでは一番長かった。2002年4月、滋賀県、立東市、促進協議会と東海旅客鉄道株式会社の4社で、東海道新幹線、歌唱、琵琶湖立東駅設置に係る基本協定書を締結し、新駅設置が正式決定した。2005年12月には、この関係4社で、 東海道新幹線前原、京都間新駅設置に関する工事協定書交換式を行い、2012年度の開業を目指し2006年5月に着工したが、同年7月の滋賀県知事選挙で新駅の限りなく中止に近い建設凍結を掲げた、加田幸子が当選し、建設工事は中断。最終的に JR 東海との工事協定は、 白紙となり建設中止に至った、詳細は後日。駅名の仮称は計画開始当時は、立東駅、東海道本線、琵琶湖線立東駅の開業後からしばらくは、琵琶湖立東駅だった。西日本旅客鉄道、JR 西日本草津線の接続新駅は、滋賀県の計画上草津線新駅と呼称された。新駅は、地元の要望により建設される。 西岸駅であり、工事協定書に基づく、工事費負担金238億2500万円は、全額地元負担として計画された。滋賀県、立東市及び設置新協議会の構成各市の、負担は、以下の通り。駅構造は、中央に通過線2線を持つ、下り、新大阪、博多方面、島式、上り、東京方面片面2面5線。 通過線を中央に、ホームをその外側に配置する形は、他の新幹線新駅と同じである。加えて、下り向きのみホームを島式とする。下り2番線は、停車列車の行き落としをする前提で、この部分のみ、JR 東海地震が工事を行うことになっていた。この下り2番線は、駅工事に伴って行われる、本線工事に利用する仮線を転用する予定だった。 滋賀県や推進協議会の説明によると、米原や岐阜羽島と同様に、小玉と光が1時間に片道各1本ずつ停車することを見込んでいた。ただし、JR 東海からの正式なダイヤ発表はなかった。駅予定地周辺では、立東市志向の土地区画整理事業が計画され、新駅広場南側1.8ヘクタールに市民交流拠点。 市民ステーションや多目的ホールなどを設け、県の広域公共広域施設や民間主体の諸施設、温施設や宿泊施設などを建設する予定だった。新幹線新駅へのアクセスとして、草津線に接続新駅を設ける計画があり、土地区画整理事業で草津線新駅の東西に広場を整備する予定だった。草津線新駅は東海道新幹線と、 国道1号との間の部分にできる予定であり、新幹線新駅までは約400メートルの距離があるため動く歩道の設置も計画された。一方、新駅利用者の中心は自家用車利用によるパークライドになるとされ、新外区と市民交流施設内に仙台規模の駐車場を整備することが予定された。滋賀県内外ではこの駅の建設を必要とする見解と不要とする。 見解とがあり、従来から議論が分かれていた。口術の2006年滋賀県知事選挙や立党市長選挙でもこの駅の建設の是非が争点の中心となった。建設推進派は、この新駅建設による利便性の向上が将来にわたってこの地域の発展に必要なものであるという主張である。2010年の国勢調査による人口増減率は、 立東市が6.32%増と高水準で、周辺の森山市8.10%増、草津市8.00%増も高い伸びを示す。新駅周辺自治体の発展に対応するためには、新幹線の駅が必要と主張している。立東市の HPE による新幹線新駅の必要性と効果は以下の通り、新駅の計画地周辺は、 国道1号や国道8号をはじめとする幹線道路が集中し自動車の便は極めて良い。そのため自動車で新駅に行く人が多く、当駅利用者は多いと見ている。建設凍結中止派は利便性の少ない新駅では投資額を回収するだけの経済効果は出ないと主張する。古西千円線大津市内の住民は京都駅へ 大江八幡市北の住民にとっては、前原駅へ出た方が便利である。しかも東京、博多といった遠隔地に行く場合には、望みの止まらない新駅では、結局、望みの停車する京都駅利用となり、この駅の利用にはつながらない。また、駅へ車でやってくるパークライドの場合でも、現在のところ新駅周辺の道路事情が良くないため、大きな時間短縮にはならない。 と見ている。そのため、新駅を利用する住民は、実質的に、駅周辺と草津線へ線しか見込まれず、建設促進派の需要予測は課題であると主張する。そもそも新駅の経済的効果が高ければ、税金投入による、西岸駅でなく JR 東海が自ら作るはず、という見方である。滋賀県の動脈である、美和湖線。 東海道本線とは直接の乗り換えができず、接続駅である、草津先進駅からもおよそ400メートルの距離を歩く、必要がある。これは、新幹線新駅が、草津線との交点付近により北側に離れて、設置されるためで、新幹線新駅の南端にも改札があれば、約200メートルに緩和される、新幹線ホームが全長400メートルが、建設費が、 さらに高くなるため設置されない。緩和措置として動く歩道が設置される予定であった。滋賀県や一部自治体は、前原京都間への新幹線新駅設置の可能性を探ってはいたが、組織だった動きは初期にはなかったが、国鉄が民営化されたことと、その前後から地元負担による新駅設置事例が増したこと、さらに、 東海道新幹線の中に新富士東新駅が誕生したことにより、急速に新駅設置に対する計画が具体化してきた。滋賀県は当初、大見八幡市内、武蔵地区と当時の立東町内において、新駅設置を検討していたが、当時琵琶湖空港の建設計画があり、結果的に古東地区、大見八幡は琵琶湖空港優先となり、新幹線新駅は、 立東信号場の用地がそのまま使える利点もある立東町内になった。その後立東町内の広報地は駅建設時に線路北側の工場を移転させるなどの計画が具体化し計画地を決定した。立東市では新駅設置の必要性の根拠として米原駅、京都駅間は東海道、山陽新幹線の中で駅間距離が最長であり 県南部地域は新幹線の利便性を享受できていないことを挙げていた。1988年、滋賀県における新駅の建設を目標に、東海道新幹線、歌唱立東駅設置促進協議会が発足した。1996年には、県内の経済団体も加わり、東海道新幹線、歌唱、琵琶湖立東駅設置促進協議会に解消された。 そして、滋賀県と立東市が中心になり、新駅設置の活動を進めることとなった。2006年5月23日、促進協議会は、同年3月より公募していた新駅の仮名称を、南琵琶湖駅とする旨を公表。従来は、琵琶湖立東という歌唱を使っていたが、県南部の玄関をイメージさせる魅力的名前をということで、 南美琶湖と決め協議会の名称も6月から東海道新幹線、歌唱南美琶湖駅設置促進協議会に変更した。立東市内では建設資金の確保を目的として募金活動が行われ、新幹線南美琶湖駅を絶対に作る経営者の会では市内の企業や個人から2007年4月末時点で83件、約1億2000万円の寄付予約を集ていた。 2006年1月13日、南琵琶湖駅の建設に反対する県民投票を要求する団体、新幹線、琵琶湖立島駅、当時の仮商名住民投票の会が、住民投票条例の制定を求め、直接請求に必要な県内有権者数の50分の1を上回る署名を、滋賀県議会に提出。当時滋賀県知事の国松義嗣は31日の本、 会議で、すでに議会により、予算が承認された以上、住民投票は、議会制民主主義を否定するものとして、議案への、反対を表明し、議案は、委員会での審議を経て2月2日の本会議にて、賛成5票、反対34票で否決された。同年7月2日に投開票が行われた、滋賀県知事選挙において、新計画を推進していた現職で、 地元立党出身の国松、自民、民主、公明推薦が破れ、計画の凍結を唱えた、加田幸子、社民支持が通した。国松陣営のうち、民主党には、加田候補への推薦をめぐって激論が交わされた権威があり、また自民党では、郵政解散におけるしこりが残り、主要3党推薦による、落勝の見込みもあり、選挙運動は、低であった。一方、加田陣営は、 新駅批判に加え、自公民愛のりへの批判も巻き込んで盛り上がりを見せた。なお、加田候補の得票に計画中止を唱えた、辻義則候補、共産推薦の得票を加えると、約29万票と、国松候補を10万票以上引き離し、有効投票数の過半数を制していた。中止が決まったわけではないものの、投開票翌朝の記者会見で、加田は、建設凍結は、 自分の政治生命であると述べ、また同日、朝日新聞の単独インタビューに応じ、建設予算の執行を中止する意向を明言していた。一方で、県議会では選挙直後に民主党が、かだちじ指を打ち出したものの、自民党を中心とした推進派は、凍結に強く反対した。JR 東海は工事協定に基づき7月から、 変電所の移設工事を始める予定であったが、知事選の結果を受け着工を見合わせた。滋賀県は9月1日に、新幹線新駅問題対策室を設置し、新幹線新駅の需要予測、制波急効果について再検証を開始した。9月25日には、凍結中止を求める住民グループが、新駅工事に関わる立東市の地方債。 記載差し止めを求めた裁判で、大津地裁が要求を認める判決を下したが、立党市は控訴した。同年10月22日の立党市長選挙では、3人の候補のうち唯一の推進派であり、現職の国松正一、自民、公明推薦が再選されたが、加田は反対派に候補の合計得票数が国松を上回ることを指摘し、 協議をををを重視する姿姿勢勢示示ししなながらも建設中止止の、動きを止めない姿勢を示した。10月26日には、滋賀県が新幹線新駅の需要予測、経済波及効果の再検証結果を発表した。10月28日と同31日、新駅設置促進協議会の政府会長会議、会長が、ただ、副会長が、国松他の周辺市の市長等が行われ、 遅くとも7年3月末までに結論を出すべく、引き続き凍結も含めた幅広い議をしていくこと、JR 東海に、滋賀県が、負担金の支払いの猶予を申し入れていくことなどで、合意した。12月21日、加田は2007年度の滋賀県知事提出予算案に、新幹線関連を盛り込まないことを表明した。同月、立党市議会に、 用地取得に関する百条委員会が設けられた。翌2007年1月、健康報師に掲載された、県政ズバリ解説、新幹線新駅問題において、遅くとも2007年3月末までには、結論を出す予定と示された。2月14日、建設協議会側から提案された、公費圧縮案を JR 東海が拒否。一方、 3月末が期限とされていた地元の建設化否結論は10月まで猶予することで合意した。3月1日、上記の司祭発行差し止め訴訟で大阪高裁は一審の判決を支持し、立党市の構想を帰却。立党市は3月14日、最高裁判所へ上告した。3月23日には立党市議会で、 南美和湖駅の建設予算を削除した中性予算の議決が可決されたが3月30日に立党市長が予算案を再議に付した結果新駅関係予算を削った中性予算は否決され建設予算が含まれている現予算が可決された一方3月27日には滋賀県が新駅建設関連事業に基づく立党市の 地方債記載に対し地方財政法5条の3で求められている、同様行わないことを明らかにした。4月8日の滋賀県議会議員選挙では、定数47議席のうち、建設凍結派の民主党は11議席から13議席、建設中止派の共産党は2議席から3議席に増加し、加田知事系の対話でつなごう滋賀の会も2議から4議席に増加した。 公認候補ベース。一方、建設推進派の自民党は27議席から16議席と大幅に議席を減らし、公明党の2議席、1議席から2議席に増加及び自民党推薦の無所属議員を合わても過半数を割る結果となり、親知事派の無所属議員を含めると建設凍結、中止の勢力が県議会の過半数を占めた。 4月22日の立党市議会議員選挙では、推進派が改選前より議席を3増やし、過半数の議席を獲得。4月23日、駅設置促進協議会の政府会長会議で、JR 東海との協議期限の10月末までに、推進課中止の合意できない場合現行の、新駅計画は消滅とする覚書を、JR 東海と締結することで合意した。一方、 JR 東海は、新駅の方向性がはっきりしないとして同月中に工事関係者を撤収させた。5月6日、建設推進派であった自民党滋賀県連会長の宇野治が凍結容認を示唆。5月9日、県議会最大会派の自民党故障クラブが議員総会を開き、課題が示す、限りなく中心に近い凍結を持する方針を決めた。 5月13日、自民党滋賀県連は定期大会で、加田支持を正式決定し、同党幹事長の中川秀直は加田に対し、抵抗勢力ではなく、対話勢力として臨むと述べた。7月24日、新駅設置促進協議会の事務局を務める立党氏が協議会予算を使用し、滋賀県や他の関係士に無断で、 建設推進を訴える DVD を作成していたことが判明した。費用115万円について、立党市側は、協議会予算の立党市負担分700万円の中から捻出したとしつつも、市長の国松が同日の記者会見で、県や関係者に迷惑をかけたと謝罪。加田は、相談なしは、残念、慎重な対応をと述べた。9月3日。 新駅設置促進協議会の政府会長会議にて、滋賀県は JR 東海との協定を履行しない方針を表明した。10月19日、司祭発行差し止め訴訟で最高裁、第2章法廷は、立東市の上告を棄却し、記載差し止めを命じた一、に新判決が確定。立東市は工事費負担金の確保見通しが立ただなく、なった。 10月24日、新駅設置促進協議会の政府会長会議で、加田と国松の意見がまとまらず決裂。10月28日、新駅設置促進協議会の総会において加田が、政府会長会議で合意に至らなかったことを報告。同月末、新駅建設の根拠となる、基本協定が期限を迎え、建設中止が正式に決定した。11月2日、 加田と国松が JR 東海東京本社に出向き、同社社長の松本正幸に新幹線新駅の報告を行った。松本は事態をいた方ないと了承し、新駅問題が県と JR 東海の関係に影響を及ぼすことはいと述べた。新駅計画の凍結を受け、加田は新駅周辺の土地区画整理事業への県の対応窓口の設置を 立党市に要請し、また、県南部地域の進行について、関係機関と検討していくとした。立党市長は2008年8月29日の会見で、新幹線新駅問題で、新駅事業に関連する市の損失額が、最終的に130億円程度になるとの考えを示した。新駅が中止されるまでの支出額は167億円だが、 新駅予定地周辺の土地代や国からの補助金などを差し引いた130億円が市の損失となる。2011年度の決算で立党市の将来負担比率は281.8%と全国の市区町村で4番目に高く新幹線新駅中止による損失約130億円が同市の将来負担比率を100%余り引き上げた。 土地開発公社負債分は全て将来負担比率に含まれる。滋賀県は立党市と後継プランの実施に関する覚書を結び、立党市が基盤整備等の各事業に要した経費の半分の支援や、立党市土地開発公社への貸し付け、2008年度末に40億円、2009年度末に10億円、2010年度に11億円を打ち出した。 新駅計画の中止後、GS 湯浅コーポレーション、三菱商事、三菱自動車工業の共同出資しているリチウムエナジージャパンがリチウムイオン電池を生産するための工場を建設し、2011年7月19日に本社もこの工場内へ移転している。一方、跡地50ヘクタールの利用状況をめぐる報道では、 朝日新聞は2012年8月時点で30ヘクタール、中日新聞は同年9月時点で40ヘクタールが用途未定と報じている。2012年8月6日、加田知事は、リニア中央新幹線が東京名古屋間で開通した後は、東海道新幹線は中距離輸送を担うこととなると、し、その際には、前原駅と京都駅の間に新駅が必要であると、 発言した。この時点で、上記のように多くの土地が未まだ用途未定の状態であることもあって、立党市は強く反発。20日に、加田は立党市長に事前の説明がなかったことを謝罪するが、あくまで発言の趣旨は崩さなかった。加田の任期満了、引退を受け行われた2014年7月の滋賀県知事選挙では、加田の後継候補である元民主党衆議院議員。 三日月大作りが、新駅設置に向けた、議論再開を公約したほか、元内閣官房参事官、小谷隆自民党、公明党推薦も、新駅設置に向けた働きかけを再開することを、公約に掲げ、選挙戦に臨んだ。一方、上記の新駅設置計画凍結で、滋賀県に、不信感を持った JR 東海では、これらの動きについて、 同社社長の告げ安秀が、同年7月10日の記者会見で、滋賀県内の新幹線新駅は、整理が済んだ話。もう終わったと述べ、立冬新駅の話があって、工事を始めた後、滋賀県から建設のお断りがあり、やむなく整理したとした上で、立東市以外の立地を含め新駅設置には、原則として応じないこと示唆するなど、極めて否定的な見解を示した。 2007年4月25日、23日午前に、滋賀県知事講演会事務所に、男の声で、長崎の事件のようになりたくなければ、新駅を作れという内容の脅迫電話がかかっていた、ことが判明。犯人は、暴力団関係者を名乗っていた。滋賀県警が、脅迫容疑で捜査している。同年7月9日、7月6日に、 立東市の国松正一市長宛てで、新駅建設を早く中止しないと、危害を加えるとの脅迫状が、同市役所に届いていたことが判明。滋賀県警察署が、脅迫容疑で調べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。